ブラジル木は豆かジャケツイバラ赤の常緑鉱木。別名をフェルナンブコ、ペルナンブコ、ペルナンブコ、パウブラジル。以前は染料に用いられた。材が硬いため、現在もバイオリン族の楽器の弓材として用いられる。原産地は南アメリカブラジル東部。1540年にポルトガル人によって初めて報告された。1785年に フランスの博物学者、ジャンバティストラ・マルクが、植物百科事典第1巻461ページで記載した、シージルペニア・エジナタの学名で長らく知られていたが、2016年10月12日に、それまでのジャケツイバラ属の見直しを行う論文が発表され、ブラジル僕の場合は、ジャケツイバラ属とは、 形態的に様々な面で異なる点が考慮され、新たに人絵型のポーブラシリア族とされた。ブラジルの名は赤い木の意味で、ヨーロッパで占領として用いられたインド原産のスオーのポルトガル名による。外見と用途が似ていたため、ポルトガル人によって本種もブラジルと呼ばれるようになった。ブラジルの国語は本種に由来する。人材から公色色素が得られ、 これを染料として用いた。かつては、ブラジルの主産品であったが、化学染料の登場によって廃れた。しかし18世紀に、フランスのフランソワ・トゥルテがこの芯材が持つ、振動減水性の低さに着目し、弦楽器の弓に、最良の材料であるとして採用すると、その後も需要は高止まりした。ペルナンブことは、弦楽器業界における、ブラジル牧の芯材の通称で、 大西洋側の産地に産出する気象資源と定義されている。ブラジル北は過度の伐採により絶滅の恐れがあるため IUCN に絶滅危惧種として登録されている。また2007年6月にハーグで開かれたワシントン条約定約国会議においてブラジル北は同条約付属書通に記載された。2000年ブラジル北の生態系保全を目的に研究や 啓蒙活動を行う団体、IPC が米国で設立され、2002年にドイツ、カナダでも設立された。2004年からは、ブラジル政府機関の協力のもと、PPB として、植林活動を本格的に指導している。弓の代替材料として様々な試みが行われてきたが、北が同じブラジル産の熱帯ウリン材である、マサランディュバ、イペ、などのほか、 最近では繊維強化、プラスチック、カーボンファイバー、グラスファイバーなど人工繊維生油の改良も進んでいる。クロンキスト体系ではジャケツイバラ化とする。輸出入には輸出国の政府が発行する許可書が必要。2017年1月13日時点版にシーイジルペニアエチュナタ10が掲載されている。これを弦楽器業界ではブラジルウッド、ネボ、 ブラジルウッドとも称するが、禁煙関係にないビワもどきアモを柿の決めやカテツカのマサランデュバをブラジルウッドと称するのはかなり問題がある。フランス語。ありがとうございます。